私だけがね、まだ勝てると思っているのは。やあみんな、安西義満です。本日はですね、ザ・ファースト・スラムダンクレビューしていきたいと思います。こちらですね、本日の朝7時半から見に行ってきました。さあ果たしてどんなレビューになるのか。はい、早速やっていこう。というわけで始まりました、ザ・ファースト・スラムダンクのレビューですね。本日はですね、大きく分けて2つ語らせていただきたいと思います。1つ目がですね、なんでこの映画見に行ったんですかということと、2つ目が感想、考察、解説ですね。はい、では早速1個目、なんでこの映画見に行ったんですかということなんですが、正直ですね、まあこうレビューのネタにしたかったんですよやっぱりちょっと話題性もあるじゃないですか。はい、まあそういっただね、ちょっとずるいところもあるんですけど、もう一つがですね、デビルマンっていう映画が昔あったじゃないですか。某映画レビューサイトで2点とかって言われてた。もしかしたら、あのレベルの映画を期待できるんじゃないかなっていうのもあって、見に行きました。はい。まあ、先に申し上げるとですね、なぜそう思ったかというと、なぜデビルマンレベルなんじゃないかと思ったかというと、やっぱりですね、このザ・ファースト・スラムダンク、予告の作り方が、そうですね、まあ、正直感じた通りに言うと、下手だと思ったんですよ。なんか、映画って、ぶっちゃけ予告はすごく面白かったのに、本編微妙だったっていうことの方が多いと思うんですけど、なんだろう、予告がそもそも微妙だったら、そんな誰も見に行かなくなるじゃないですか今回の予告って僕そういうのを感じたんですね。はい。まあで実際どう思ったかは後で語るんですけど、まあ先に言わせてください。僕やっぱりね、最後まで桜木花道の声はちょっと違和感がありましたね。草尾明さんにしてくれた方が良かったなと思うんですけど、例えばセーラームーンクリスタルとかはうさぎの声が三石琴乃じゃないですか。そんな風な感じで良かったと思うんですよ。他のキャラは変えても、桜木花道の声だけは草尾さんでやってほしかったなっていうのは正直ありますね。はい、じゃあ、2個目のですね、感想、考察、解説いきたいと思います。で、結局見てどうだったのかっていうことなんですよ。けど、すごく良かったです。やっぱりですね、まずその今回メインで描かれる試合が三能戦なんですよ。つまりスラムダンク原作のその最後の戦う相手ですね、三能戦だったんで、まあやっぱりそう、なんていうか面白かったんですよねちょっとね、語彙がね出てこないな。まあそう、まあいいや。で、朝の7時半から上映だったんで、もう結構ね、見た後すごいアドレナリンが出まくってて、はい、なんかね、見終わった後、ね、昼寝でもしようかなと思ったんですけど、はい、なんとかこうやって、レビューにかこつけるぐらい、アドレナリンがドバドバ出てる状況ですね。はい。で、予告編あたりから結構騒がれていたんですが、まあ主人公がもしかしたら亮太なんじゃないかということで、やはり主人公は宮城亮太でしたね。エンドロールでもですね、宮城亮太が一番上に出てきてました。で、思ったのが、なんで亮太が主人公なのかなと思ったんですが、やっぱりなんだろう、結構その、原作でもテレビアニメでも亮太ってそういったキャラの掘り下げがあんまりされてなかったなっていうのが、やっぱ正直僕も思ってですね。で、やっぱりその原作者で今回の映画の監督でもある井上雄彦先生も、もしかしたら亮太のそういったところ描写しきれてないっていうところが心残りだったから、今回ですね、亮太が主人公なんじゃないかな、というのは感じましたね。まあ、結構その、生い立ちから、まあ、そういったね、お母さんがシングルマザーになっちゃってっていうところとか、まあ、
あとは、お兄ちゃんが死んじゃってとか、そういったところまでしっかりと、描かれていたんで、まあ、相当亮太というキャラを今回は描きたかったんだなっていうのは感じましたね。はい、で、そうですね。まず、今回の映画、まあ、僕は楽しめたんですけど、楽しめた人っていうのはおそらくですね、このパターンかと思いまして、スラムダンクの、まあ、バスケット自体が好きです、人ですね。スラムダンクで描かれてるバスケットが好きな人と、アニメのその後が見たかった人、まあ、当時アニメ見てた方はですね、打ち切りだったんで、すごく、なんていうか、今からっていうところでアニメ終わっちゃったんで、はい。で、その続きが見たかった人は、もうようやく、その、三王戦が見れたっていうので、結構嬉しいものがあったのかなって思いますね。で、反対にですね、スラムダンクを知らない人や、まあ、やっぱりその声優さんが好きだった人とか、あとはその、まあ、個々のそういったエピソード、スラムダンクのエピソードが好きだった人にはもしかしたら不評かもしれないですね。今回はだから相当ターゲットが絞られているっていうのは感じましたね。で、もう一つあって、その三王戦なんですけど、まあその試合してる最中に、やっぱりその亮太や、まあその他のキャラたちの、まあ過去がですね、ボン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 入るんですよ。で、若干テンポ悪くな、テンポ悪いなっていうのは、まあ正直感じましたね。まあそこいいから試合見せてくれよみたいなのは結構感じましたね。はい。でもやっぱりですね、さすがの三王戦ということで、描き方がすごかったし、まず、井上雄彦先生っていう原作者が、監督、脚本、監修をやってるんで、なんとなくですね、僕の好きなゴティックメイドに似てるかなって思うんですよ。あれも長野守先生が、監督とか脚本とか全レイアウトとかやってたんで、なんでその、井上雄彦先生が、ようやくその、やりたかったことを全部、出し切れてる映画かなっていうのは感じましたね。三王戦そのものがやっぱ漫画で読むとどうしても絵が止め絵なんで、なんだろう、作者の中では、分かっている動きでも、僕たちが読んで感じることが、その作者の意図通りのものが感じられないっていうのって多々あることだと思うんですね。他の漫画においても。でも今回はですね、やっぱりようやくこの時代にそのアニメーションの技術も進化して、キャラをですね、CG で本当になんていうか細かい動きまでできるようになったじゃないですか。多分今回のキャラの動きって、もともとのその人間に動きをさせて、それをトレースして、アニメーションに落とし込んでるっていう手法だと思うんですけど、それによってですね、三王戦のですね、漫画の中で再現されてた本当の動きですね。それがアニメーションになることによって、どんな動きをしてたのかっていうのがですね、如実にわかるようになったんで、それはすごいことだなって思いますね。まあ、僕はですね、バスケット、まあ、こんな体格なんで、出たらですね、3分で息切れしちゃうんですよ。公務員やってる時ちょっとですね、公務員仲間とですね、バスケットをやりに行ったことがあるんですけど、まあ、結構ですね、仲良かった人もいるんですよ。上司はクソでしたけど。で、やっぱりね、すぐ息上がっちゃったんですけど、すごくですね、バスケット、まあバスケットだけじゃないんですけど、すごく戦略的なゲームなんですね。戦略も必要だし、精神も揺さぶってくるし、みたいな。結構その監督は、そういった面で、その、試合というものを見なきゃいけないんだなって。結構その三王の監督とか、友達にはしたくないタイプですけど、まあすごくその、なんだろう、試合を見ているその、感性とか、凄まじいなーって、なんかビジネスマンみたいだなーっていうのを思って、もちろん安西監督もですね、やっぱりそういった着眼点がすごいんで、で、それによって桜木がですね、お前の動きは4点分の動きがある、だから切り札にするって言った時に、その安西監督の意図をですね、桜木がしっかりと知ってから、コートに入って、
タイトルじゃないですか。あれはつまりもうコートの中に安西先生がいるのと同じなんですよね。はい。もうそこはもうね、桜木が本当に天才なんですよね。もうね、あれで本当に正直、声が草尾明さんだったら本当良かったなと思うんですけど、まあそれはしょうがないですね。はい。ちょ草尾明だってんのかな、ちょっと待って。すいません、さっきから。草尾武さんでした。大変申し訳ございませんでした。はい、訂正させていただきます。草尾武さんですね。はい、桜木の声、まあ、木村昴さんですね。なんだろう、結構、今、いろんなところで、なんていうか、活躍されている方だとは思うんですけど、やっぱり、いざ桜木花道の声っていうことになると、見てるこっちが彼の声に慣れてなくてですね、その桜木が画面の中に映ってない時に喋るシーンとかあるんですけど、それが三王のやつが喋ってんのかなって思っちゃう時があって、あ、これ桜木が言ってたんだっていうのがね、ほんと多々ありましたね。例えばなんですけど、ブルーレイ化するときにですね、草尾武さんだけに、の声にですね、桜木だけもう一回吹き替えていただけるといいかなって思います。すいません、木村昴さんもですね、決して悪い声優ではないんですけど、正直今回は合ってなかったなって思いますね。それだけ、30年ぐらい前のあのアニメの、やっぱり印象がこっちも強いんですよ。リアルタイムで見てた世代なんで。はい。じゃあ、今日は、すいません、こんな感じですかね。すっごく面白かったんですよ。で、後日ですね、また映画が安くなる日があるんで、まあ、もう一回見に行こうかなっていうのは思いましたね。はい、やっぱり三王戦はですね、面白いですよ。僕も原作をですね、まあ、もう売っちゃったんですけど、まあ、読んだことが何回もあるんで、あれは素晴らしいですね。ぜひですね、まあ、皆様もですね、さっき言った、この映画を楽しめるような人に入っているのであれば、一回見ていただきたいなと思いますね。で、なんか、今回のこれ特典だったんですけど、はい、なんかね、AR でなんか読み取ると、このキャラがね、ちょっと、その、スマホ上で動くっていう仕様でしたね。まあ、あといつまでもらえるかわかんないですけど、まあ、そんな仕様だったんで、欲しい人は急いでください。はい。じゃあですね、今後ともレビュー頑張っていきますので、映像作品とかでこんなのレビューしてほしいというのがあったら、リクエストとかよろしくお願いします。で、今回のスラムダンクについてのですね、コメントとかもありましたら、どしどしよろしくお願いします。では、ジョーンズおじさんでした。ご視聴ありがとうございました。